こんにちは。今日の現場は水戸市内にあるマンションの一室です。雨漏りによってフロア材の表面がだいぶ傷んでしまったものの修復作業の現場です。かなり見られない状態にはなっていますが、これをどのぐらいに復旧させるかが当社の腕の見せ所という感じですね。で、今一生懸命作業しているのが、表面の傷んだ材料を削って、研磨作業ですね。これが結構手間かかりそうですので、後ほど次の作業はお送りいたします。